ばんは、イエイ。そう、低めつにした。今日暑いね。こんばんは、こんばんは。ツインテール、そう。ありがとう。涼しそう、そう。今日は本当に、あ、でも今日涼しい方だったよね。エアコンもつけてるよ、暑くて。あちちちちち。りょうかわいい、ありがとう、たくさん。ありがとう。リグルス、ありがとう、キス、ありがとう。TikTok 見てよ。あ、そう、 TikTok が、あ、セッキーありがとう、キラキラーン、星様ありがとう、コーチレモンありがとう、ラブありがとう。そう、 TikTok がね、公式が開設されました。ニャジョイ TikTok 解説嬉しい。ニャジョイ TikTok 僕が現実に現実に。モンガありがとう、んーパン Thank you。 TikTok アカウント作ったよ、ありがとう。個人 TikTok 押したいな、個人 TikTok。 ケンネありがとう、こまちゃん、へえ、公式もっと反応頑張って、リアクション。そう、公式嬉しいです。ぜひね、チェックしてください。くまぷんありがとう、くまちゃんありがとう、ほのにゃんありがとう、リップありがとう、どうし、ありがとう、くまちゃん。昨日のインスタの写真めちゃくちゃ好きだった。え、嬉しい。もうね、黒髪を生かしたコーディネートしてみた。TikTok 結構見るから嬉しい。おい、嬉しい。TikTok って流行りの音源早いよね。なんかこうターンがスパンスパンスパンっていくよね。好きすぎる、嬉しい。ストレートヘア、昨日のほんまに好きすぎて朝起きて叫んだありがとう、叫んでくれて。純吉ありがとう、くまちゃん I love you、 love you、 ありがとう。19歳に見える、そんな変わらんやん、20歳とテーブマンありがとう、タコちゃんありがとう、タコタコタコ。
ちゃん、ありがとう、守りたいこの笑顔全力で笑ってみた。ルイありがとう、星さんキラキラ、お星様ありがとう、キラキラシン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 。一生かけて揉めた映画ありがとう。ちょっと愛ちゃん風笑顔かも、愛ちゃんっぽいかも、さっきの笑顔ヤマピーありがとう、虹ありがとう、嬉しいです。虹インスタ DM 見てるよ、みんなのね DM 見てるよ。レグルス推ししか勝たん、ありがとう。今日スイッパラコラボ最終日行ってきて、あいみんのブリル美味しかったよ。そう今日でね最終日、みんないてくれましたか、悲しい、もう今日でね最終日って早い、あっという間でしたね。コラボずっと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 コラボがいいけど、コラボだからね期限があるから悲しいけど、スエパラさんとコラボできたことがとってもめちゃめちゃ嬉しかったです。2回行きました、2回もありがとう、嬉しい。ブリュレ定番化してほしい、ブリュレね本当に美味しいよね、なんかブリュレに似たカタラーナっていうお菓子があるんだけど、そのカタラーナっていう、まあ、ブリュレなのかな、すっごくね美味しいんだよね。もう5月ももう5月も終わりです。5月最終日、そう今日5月最終日で、もう5月の感謝の気持ちを込めてショールームしようと思って、今日ラスト。カタラーナ、そうよくネットでね頼んで注文して食べてるんだけど、すごい美味しいの。こちらこそ感謝、こちらこそ5月たくさんありがとう、本当に早いね、もう5月病って言えないね。6月病開始6月病とかあったっけ。5月病、気圧に気をつけて、みんなも本当に気をつけて、だんだん暑くなります、そうもうだんだん暑くなるから、そうなんかさ生誕イベントがあるって見た、イコンの移住パズルの生誕イベント、梅雨好き、普通というか、まあ、ちょっとそれで涼しくなるならいいなって感じ。セッキありがとう、ラブラブ。
ありがとう。早くお話ししたい。お話し会不足すぎね。でも6月になったらさ始まるから、あれソロイベントなのかな、わかんない。ジメジメするよ、そう梅雨とかね。ソロすごい。なんか7月から始まるんだっけ。7月から生誕イベントが。ね、どんなイベントになるんだろう。どんなイベントだと思う？ソロで。バイト終わってあゆみちゃんの配信見てる時間が一番いいんですからね。お疲れバイト、みんなも今日お疲れ様です。7月までメンバーに参加したい人は6月に頑張る。その生誕イベントってどんな仕組み？申し込んでこう席が当たる感じ？ビンゴ？ソロで歌うんかな？ね、ソロで歌ったりするのかな？ディナーショー。楽しそう。タップありがとう。キース。Thank you. Thanks. あれってパズルやってないといけないの？どうだろう？どう思う？みんな。パズルやってないといけないのかな？ファンクラブで推しメン登録してればいけるはず。なるほど。ファンクラブで推しメン登録ポチッと。推しメン登録、推しメンの生誕祭はいけるってこと？タワーダンス生披露そういうことっぽい。当たればね、確かにね、外れるかもしれないのかな。なるほど。推しメン登録あゆみんだわ、やったー、めっちゃ嬉しいありがとね、推しメン登録。ずっと推しメンでいたいな。市民登録してます。嬉しい、ありがとうね、レグルス。ずーたいめしだよ。いちずファンクラブで当たった人は2000円かかる。パズルで当たった人は招待になるから無料。そういうこと？パルパッやばいパズルで当たった人は無料なんだ神神すぎた。おしめ登録してます、ありがとうございます。みんな詳しい。そう、みんな詳しくてびっくり。2000円なんて無料にしてる
嬉しいですよ。強い強すぎる。嬉しいな、みんなとねそうやって楽しむことができるイベントが増えたっていうことね。山中龍太郎ありがとう。くまちゃん、くまありがとう。パズルしないといけないの？パズルしなくてもいけるのかな？それかパズルしてる人優先？お、俺だって解説初日から歩みを紙面登録してるよ。ほんまかいな。ほんとか？だから歩みの生誕だったら7月にパズル頑張らんといけん。7月にパズル頑張らんといけない。その誕生日月のその前の月からパズルを、パズルをしてた人の方が当たりやすい確率が高いってことかな。パズルでたくさんしてた人が落ちたら確かにかわいそう。生誕祭8月も同じぐらいの日程だとあいみんの誕生日近い説、はあ、確かに。生誕イベもし当たってあいみさんに払うお金より JR さんに払うお金が多いのが辛い、難しい。もうそんなに JR さんにお金払ってるの？本当にいつもありがとうね。今日からパズル始めて頑張るてんてんてん。パズルね、7月頑張ればいいのか。パズルサボって全然やってない。そうだよね。パズル課金してないよ。すぐそうやって課金を疑うね。わかる。私も JR さんに JR リアルガチだよこれ。忘れたの俺との出会い忘れはしない。2022年の夏富士急で金曜見つけたんだよ。小説かな。文才いいね。パズルしてる人矢印、推しメンポイントで抽選で10人に招待、してない人矢印、ファンクラブから抽選に申し込める。めっちゃわかりやすい。ありがとうほのにゃん。あいみんが配信でたくさん宣伝してくれるから、あいみんの誕生日前に企画してくれたから絶対違うでしょ。あいみんそんな課金してそうに見えますねえ。課金してそうに見える？課金女に見える？課金いや節約ガールだからさ。コインの数が多すぎる。それはコインをあまり使わずに貯めてるからだよ。そういうことです。みんなバンバンバンと使うでしょ。だから減るんだよ。わかる。このジョイパズル毎日ログインしないとね。ログインボーナスもいただけるしね。そう、ログインボーナス大事。チリツモだからさ、すべて。いっぱいね。コインをたくさん貯めて。溜まったらすぐ使っちゃう。すぐ使っちゃうんだ。
二目女さんしか奥夢があるね。キイちゃんのために働くエミ、そうだよ、キイちゃんのために働く愛美を出したいその一心でガチャ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 と。貯める、貯めないで迷ってすぐ負ける。負けるってことは使っちゃうってこと。なるほどね。本当にそうだね、我慢して、我慢我慢我慢して使わないっていう。あゆみのレア出ない。悔しいね、出ないの。押しほど出にくい。なんか押しに設定してると出にくくなる説ある。一押しパック200年回してアイミン出なかった、マジで。ちょっとそれ悔しいね。なんか遺恨の J パズルでさ、スキル使う時のアイミのなんか顔がなんか面白いんだよねみたいな、なんかなんかなんか面白いよね。今回の中できっと愛の一緒だよね。だよね、可愛いよね、きっと愛の。エンジ色衣装。いっぱい消えたねって褒めてもらってます全然なんか棒読み感のね、いっぱい消えたね。自分で考えたポーズだっけ。なんか結構前に撮影したからちょっとよく覚えてないんだけど、まあなんかそういう風なこういうポーズみたいな言われてやったのかな。あの衣装も本当可愛くて好きだからガチャ当てたい。当てよう。ガチャ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 ポン。褒められると喜んで指が止まっちゃう。ダメじゃん動かしてちゃんと。どんどん消していこうやだな自分の声。毎月衣装変わるのいいよね。確かに楽しいよね、変化があると楽しい。モンガありがとう、キースありがとう。パズルのための収録、話す系のそのセリフ系は結構まあ時間かかったよね。それも一つ一つまあ言っていくわけだから、なんかもうちょっとこう気持ちを込めてこう明るくお願いしますケイタロウありがとう、ハートありがとう、ハートさん Thank you。
そう、ちょっとね声のトーン2オクターブぐらい高い、本当演技指導というか、ちょっと網が下手すぎて、ちょっとそう、普通そうやって言われないと思うんだけど、ちょっと言われちゃった感じ。なんか棒読みになっちゃうんだよね。もっと気持ち込めればいいのかな。どんどん消してこアイミンドラマ出て、どんなドラマ出たいですよ、ドラマ。もうちょいあざとい感じって言われたりして、あ、言われた言われた言われたわ。このジュイパズルしながらショールーム見てますすごいえ、じゃあ別の端末で見て、別の端末でやってるってこと。ケイタロウありがとう。ちゃんとちゃんとね、やったよ顔。俺もマジで声優さんになりたかったから、見とお芝居したいやばすぎ、カオス。お芝居演技難しいよね。今日のキイちゃんのご機嫌、ご機嫌よさげだったよ。レポートやるか、またね、またね、体気をつけてね、そっちもね、おやすみ。おい、バカにすなやバカにすなや。あいみん好き、キイちゃんより可愛すぎ可愛すぎなんだけど、それその発想可愛すぎ。キイちゃんはね、今もう寝せてて、まあでもなんかちょっと動いてるから起きてるんだけど、クマプありがとう、ラブラブありがとう。キイちゃんはそのお家にね、キイちゃんが今入ってるお家にこうタオルをかけて、ちょっと暗めにしてこう寝せてるのね。そう、でもなのに、その真っ暗なのにちゃんと餌食べ行ったりできるからさ、感覚で感覚をつかんで動いてんのかな。絶対真っ暗で見えないはずなの。すごくない？真っ暗の中、そのちょっと高いところに移動したり、低いところに行って餌食べ行ったり。キイちゃんのお家、そうだね、ちょっと広いかな、キイちゃんからしたら。壁をよじ登ってさ、あの高いところにっていうの、高い位置に棒みたいなの置いてて、木、そこに結構いつも定位置でいるんだけど、そっからこう壁を伝って降りて餌をね食べに行って、むしゃ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 ってて音がするからさすごくない？ルート決めてるのかも。
キーちゃんって言うじゃん、まゆみが。だからさ、分かってるの、あの人は分かってるの、コキーちゃんって自分が言われたってことに、自分が噂されてるって分かってるから。キラキラ星さん、ありがとうございます。音聞こえる、やっぱこうやってさ、あみが喋ってるからさ、キーちゃんはこう寝れないよね、ごめんね。僕は真っ暗な部屋でロフトの階段から落ちました。痛そう、めっちゃ痛いやつじゃん。大丈夫、怪我してない、ガサガサ活動中。配信する前とか寝てた、ちょっと寝てたのかな。でもその眠りもそんなね、熟睡鳥さんってあんまできてないらしい、敵にずっと狙われてるって思って警戒してるから、浅い眠り、眠れたとしても。キーちゃんオタクがアイミンママ借りててごめんね。キーちゃん、まあ、ちょっとここで話すか。じゃあキーちゃんね、起きてるから敵いないよ。お家の壁にもともとそのひーちゃんのお家買った時からついてた、ちょっとジャングルの中的なあの紙があって、それをこう壁に貼ってるから、ひーちゃん的にはもう森に今いるって感じで思ってるからさ、森となるといろんな敵がいるわけじゃん。だからもうそんなそんな寝れないよ、安心して。本能が、そうそうそう。セッキーめちゃ可愛い、ありがとう。それは外せないの、外せるんだけどさ、ちょっと家に、お家にキーちゃん戻した時はちょっと野生感味わってほしいなってあるからさ。もともとそのお家買った時にも、ゲージ買った時にもついてたし、タイタン仕事なん頑張ってって言って言っといて、悲しいよ。ボス仕事中、ボスって言い方やばい、無理感出したい。生活参考の1ホームクリアバードかな、なんか。でも動物と一緒にこう住んでるって不思議だよね、不思議な気持ち。マミの髪もジャングルと思ってる、思ってる思ってる。もう今日もすごい潜ろうと何回もしてきて、もうね、スト持ってんのかもしれない。タップありがとう、キスありがとう。今年から就活だから応援してくれ、就活ファイティー、頑張れー、応援してます。ジャングルと思ってんの、かわいい、かわいいよね、赤ちゃんみたい。
ありがとう、くまちゃん。くま、ありがとう。ボールで遊ばないの？ボールで、なんかボールちょっとなんかこう入れちゃうとね、興奮しちゃうかなと思って最近入れてない。昔なんかボールを抱っこしたりしてたけどね、転がりながら。自分がテニスボールだからコロンコロンしてて可愛い。一日三食、鳥さんはなんかもう食べたくなったら食べる、本能のままに生きてる。スイッパー行ったよ、アイミーのブルルめっちゃ美味しかったわ、ありがとう、食べてくれて。なんかブルレは本当にね、あのスプーンでこう表面をねこう叩くともうパリパリしてて、でも中は本当にとろけてて、もう本当に美味しいから、あ、まあもうでも今日で終わっちゃったんだけど、食べてくださった方ありがとうございました。ブルレで初めてブルーベリー食べました。嘘でしょ、初めて。でブルーベリーだったり生クリームもあるし、すごいフルーティーで甘くてとっても美味しい。そうブルーレ、もうすぐ2歳のメイが、前はハローのことワンワンって言ってたのに、昨日トリティで感動した。ちゃんと分かるようになったんだね、すごい。鳥さんワンワンって言ってたんだ。そうだよね、まだちっちゃかったら分かんないよね。感動ものだ、成長。今日 X もリンスマミちゃんなんか作ったよ。お、見たよ、ありがとう、嬉しかった。めっちゃ一言もねちゃんと書いてくれてて嬉しかった。アイミンのブルーレイ以外何も食いませんでした。食べていいんだよ。食べたらアイミンに怒られそうだからかな。ありがとうね、めっちゃ嬉しい。一途だね。ブルーレ冷たいっけ、冷たくて髪、あ、冷たかった、冷ためでひんやりしててね、すっごい美味しい。いやー、いろんなねそういうメンバーがちょっと提案したメニューを作っていただいて、それをみんなが食べてくださって、すごいね、幸せな、幸せすぎる世界観、嬉しい。スイパーさんね、がっつり食事もあるんだよね。私も一途です、知ってる。BGM ずっとニヤ中で幸せだったね。もうニヤジョイ尽くしすぎてさね、もう本当にもう全部ニヤジョイ、もうニヤジョイ以外のこと考えられなくなるぐらいニヤジョイ尽くし。ほら笑ってフラジルも心配なんだよ、フラジルね、君だけに聞いてほしい、これは二人で聞いてほしい。ワンツ
1,2,3,4,5,6 どこか届くだけ見て私歌を届ける、なんかしたままで今はき来て光ピンチだ世界はちょっと眩しすぎる、でも繋いで遠いとこへ逃げ出そう、追うよ私だけ死ぬしてこの歌に打たれて全部忘れてレッチャイレッチャイコーコーディー歌をほら笑ってフレンチお芝居なんてフランチ空の色何色か君に教えてほしい寒いしそうな話今君に届けフランチ泣いてたことは秘密だねこれはスタンディーだけなのチチ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 どこかほんとチチ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 チ
きたんだけど ASMR ですか。あのちょっとね、大きな声出しちゃうと聞いちゃう、こっちゃうかなと思って、ちょっとこういう感じでね喋らせていただいてます。耳あるんだけど毛で隠れてて見えない。キーちゃん好きな曲やっちゃったからさ、ヤスヤスありがとう、ありがとう、ありがとう。タワニャン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 猫ちゃん、タワヤスありがとう。 ASMR 感謝、 ASMR で弾くよ、じゃあずっとこのまま。本当にヤス優しいよね、いつも。ヤスって怒る？あゆみちゃんのショールーム本当楽しい、大好き、ありがとう、ありがとうね、いつも見に来てくれて。鳥、耳があると早く飛べないので穴だけって書いてある、すごい。鳥さん耳が目の斜め下の穴ですね、穴だよね、毛であんま見えない。ヤス本当にありがとう。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫、ありがとう猫ちゃんだわ、ありがとう本当にやす。5月もありがとう、6月もよろしくね。会社の人にも怒ることはあるのって言われたら、なんかそうずっとね微笑んでてさ、いつもなんか優しいからさ、でもやっぱ嫌なこととか辛いこととか溜め込まないでね、ちゃんと発散できるときは発散させて溜め込まないで、ありがとね本当に。タオありがとう、ヤスありがとう、ビッグラブ嬉しい、ありがとう。エリスエムルしゃべり案外喉に負担になるから気をつけて。マジか、喉が弱いからね。まあ ASMR と普通の声の間ぐらいでやっていこうかな。幸せ。推しに見る。あゆみちゃんみんなさ。あゆみ全然でも優しくないからさ、もっとこう気遣いができる思いやりのある女性にね、人間になりたいなって思う。大丈夫？何が？ななこありがとう、 I love you くまちゃん、ありがとう、ありがとう。今日もかわいい、ありがとう、ツインテールしたよ。優しくないエピソード、優しくないエピソード言いたくないよそんなエピソードってさ、パンと振られた時にさパッと出てこないんだよね。だからそれが出てくるようにね、ちょっとメモったりしないとね。ケンネ推ししか勝たん、ありがとう、ありがとう。急に思いやめてくれる、ちょっと耳やばいよね。まゆみさんに幸せあげたいけど節約中、節約しよう。プマプありがとう、にじさんタップありがとう、ありがとう。
もう可愛すぎる。クラハありがとう。イコノジューフェス用に食べてる。あ、そっか、イコノジューフェスがね、9月にあるからね。楽しみ。左目の内側赤い。嘘。そうか。どうしても。好きや、ありがとう。好きだ。奥さん。奥さんありがとう。パンダ、パンダタワー。ありがとう。奥さんありがとう。タワーありがとう。パンダタワー。今日も月間、なんか久々じゃない？なんかちょっと久々な感じするんだけど、本当にありがとうパンダ、パンダちゃんありがとう。元気？久々じゃない？最近あんま絡みなかったよね。ありがとうね、もう本当に嬉しい。もう5月もありがとうございました。まあまあ元気、まあまあそっか、まあまあか。まあね、6月からお話し会始まるから楽しみ。ほんと楽しみ、ほんとにほんとに楽しみ。そう、6月から始まるからね、いっぱいね話せるし、ほんとに楽しみ。6月もよろしくね。またお話し会でいっぱい話そうな。ありがとう。感謝、でっかいラブ。こちらこそラブですよ。ありがとう、本当に嬉しい。いやー、こうやってね、5月ありがとうのお礼がね言えて嬉しい。本当に話せる？どういうこと？本当にありがとう奥さん、感謝です。ティフの出演もそう決まってね、今年の夏も3回目の TIFF、 本当に本当に嬉しい。どんどんね、その1回目2回目3回目とこうパワーアップしたニアジュを見せれるように頑張る。3年連続嬉しい、本当に。いや、もうありえない話だからね、こんな恵まれた環境に入れること、とてもとても感謝。みんながティフ来てよかった、暑い中来てよかったって思っていただけるように頑張る。ね、こちらもたくさんいるので頑張ります。頑張ろう。ななこ、守りたい子の笑顔ありがとう笑顔ありがとう。最高なんだけど、みさん世代ですか？世代じゃないかも。プリキュア、プリキュア、そのね、いろいろ変わってくよね、その年々。去年ちょうことくらいでスタートぶち上がった、わかる。 YouTube に載ってるよね、去年の TIFF よく見てる。確かにその時と比べたらまた曲も増えて、アイカツちょっと見てたっけな。去年もねとても気合が入ってたけど、今年はもっともっと気合を入れて挑みたいと思います。ティフ、暑い夏にしようね。
めっちゃ楽しみ。こちらも気合い入れてね。そうそう、みんなも気合い入れて、こちら側のニアジョイも気合い入れると、もうライブってさ、こうみんなもいないと成り立たないからさ、一人一人のそのパワー、エナジーがとても大事になってくるので、みんなで一緒に最高のライブを作っていこう。マイミンパートで飛ばなきゃなんかさ、去年のティフなんかセリフ言ったらさ、後ろの方の人たちさ、ジャンプしてたよね。おもんないな。後ろまでめっちゃ見えてるよ。邪魔っちゃけど。ティフ熱量すごい。そう、みんなで狂いましょう。踊り狂っていきます。踊り狂って歌い狂って、こちらはねはしゃぎ狂っていきます。セリフ盛り上がる。そう、後ろの方でさ、ヒーみたいな何人もジャンプして盛り上げてくれてて嬉しいね。夏って感じ。二人で作る夏、最高の、最高で最強の夏作ろうな。暴れまくって、暴れまくろう。でもその暑さ、暑いと思うから、とてもその暑さね、ちょっと負けないようにたくさん水分補給して、熱中症にならないように体調気をつけてね。無理しすぎず、水分補給はしっかりとって。夏、最高の夏にしようね。夏、夏。夏。夏暑いよね、いろんな意味で。煽りの勉強もしよう。愛ちゃんの煽り本当にすごいなって思って、声量いいよね。去年は愛を知るとかやったよね。この日行きたいけど行き方が難しい。富士急ハイランド難しいよね。レグルさんありがとう。くまちゃんありがとう。確かに声が通るよね、声高いしね。確かに世間です、初めまして。そう、サッカーも、そう、ティフの前に全然サッカーもあるし、本当に本当に楽しみ。サッカー行くね、ありがとう、楽しみ。ちびろ岩田、家に帰ってきました。ただいまです。おかえり、おかえりりん。サッカー行きます、撮ります。サッカーって撮れるの？写真。撮る予定。え、亀子さん
わかんない。ちょっと頑張ります。外だよね。サッカー撮れる。可愛く撮ってね。楽しみ、サッカーもいろいろとね盛りだくさんで、間に合ったツインテール、間に合った、お疲れ、ツインテールしてます。ちょっと涼しげに髪を結ぼうと思って。ファーストシングル発売もうすぐで楽しみ楽しみ。もうね、明日から6月って信じられないよ、本当に信じられない。早くない？1,2,3,4,5,6 半年経ったってこと？こんなにこの半年が早いなら、こっからの半年もめちゃめちゃ早いじゃん。ってことは2025が来るってこと？時の流れやばいよね、早いよね。やばい、嘘でしょ、早すぎ。すごくこう宮城に入って時の流れが早いというか、あっという間に時間が過ぎていくから、すごいや。お年玉ちょうだいだと今、こっちのセリフです。ください。ありえないスピード、そうなんだよね。でもその分楽しいってことだよね。時間がさ、早くさ、過ぎるってことはさ、日々楽しいってことだから。最高だね。楽しく生きるのが正解。あみちゃんの年で早いのやばい。けいたろう、ありがとう。くまちゃん、 I love you、 パー、ありがとう。いい感じの年の取り方したいよね。やす、ありがとう、愛、愛、愛、ありがとう。あみあっという間21になっちゃう。そう、21歳になる。21歳、そっか、あと2ヶ月ぐらいで21歳か。いいね、早すぎ。入試入った時に18歳だっけ、早い。でもすごく入試に入ってとてもなんか生きてる証を残せてるなって思って、今を大切に生きれてるなって思うから、とっても毎日がね充実してるし楽しい。この前20歳おめでとうした気分なんだけど、わかる、おめでとうされた気分だよ。お年玉送りたい、いいよ、そんな気使わないで。充実、素敵人生歩みと歩みたい。おー、歩み、一緒に歩んでこうね、これからも。
エミの声充実してます、ありがとう。え、セッキーありがとう、パフェタワーありがとう、嬉しい、パフェタワーだ、パフェ、テンキュー。5月、ありがとう。6月もよろしくタワー、こちらこそ本当にありがとう、本当にありがとうございました。5月もたくさん、いつもね、いろんなね、もうツイッターでもインスタでもこうやってショールームでもね、たくさんコメントしてくれてありがとうね、本当に嬉しい。6月も絶対絶対よろしくお願いします。たくさんねイベントが6月も始まっていくからよろしくね。ここからまた本当にありがとう。すごい可愛いタワーたちがたくさん、猫ちゃん、パンダ、パフェありがとう、パフェ美味しかった、本当に席ありがとうね、ビッグラブありがとう。自分の画面だとパンダ食べてた、あ、マジ、こっち側かな食べるの、これでパフェ食べたことになる。終わり際に投げるつもりだったけど、まあいいか、いいよ、ありがとうね、どのタイミングでも嬉しい、本当に本当にありがとうございます、めちゃめちゃ幸せ者。みんなと反転してるのか、なるほどね、幸せ。もうね、たくさん今日は5月のお礼と言えて幸せです、よかった。5月ね、5月は肉フェス、そしてサイン会、歌舞伎揚げ、サイン会もたくさんね、で、そしてクロスライブ、そう、クロスライブ、キャンキャンルームさんにもお邪魔させていただきました。本当にたくさんのね、たくさんのね、本当にありがとうございました。盛りだくさん、盛りだくさんだったな。ね、いろいろとたくさんいろんなね楽しいことを経験させていただいた月だったな。6月もね、ファーストシングル発売となるのでね、イベントもねまた発表されて、今日本当にもうお話し会も始まるし、またね6月も盛りだくさんでとっても嬉しい。サッカーもねライブ出演していただくし、平和な上半期ね、本当にシングルお話し会も待ちきれない、シングルもね、そう本当にお楽しみにしててください。とってもとっても楽しみだな、これから
じゃあランキングを読みたいと思います。お話がやばい、楽しみ、久々だから緊張するそれのちょっと最初のね、初々しさに戻るよね。じゃあランキング読むね。ランキング読ませていただきます。13位、ケンレン。12位、ヤマピン。11位、モンガー。10位、ルイ。9位、山中龍太郎。8位、リグルス。7位、慶太郎。6位、紅茶レモン。5位、くまぷー。4位、タップ。3位、奥さん。2位、ヤス。1位はドゥルルルじゃん、あゆみの席。ありがとうみんな、5月もありがとう、こちらこそありがとう、パチ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 。5月もたくさん配信できて嬉しかった。改めて5月ありがとう、6月もよろしくね、こちらこそ6月もよろしく、ありがとうございました。じゃあみんなね、ゆっくりね寝て、明日からまた、明日は、あ、土曜日、お休みって方もいるのか。お休みある方はゆっくり休んだり、ちょっとねお出かけしたりしてね楽しんで、お仕事あります、学校ありますって方は頑張って、用事ありますって方はファイト、ファイトです。じゃあありがとうございました。え、タップ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、嬉しい、タオありがとう、タップ、ありがとう、めっちゃ嬉しい、いつも本当にありがとう。クロスライブ最前であいみん見れてハッピーハッピーハッピーだったよ。ずっと嗅ぎながら応援するんだからね、堂々と応援してくださいありがとう、嬉しい、最前でね、近くでそうやって一緒にこうねライブをね作れたことがとっても嬉しい、ありがとう、ハッピー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 、ありがとう、本当に最高の5月をありがとう。ビッグラブ、タップ本当にありがとう、6月もよろしくね、5月ありがとうございました。配信ありがとう、ペコリペコリ、ゆっくり休んでね、今日は本当に本当にありがとう、みんなもありがとうございます、たくさんのギフト、たくさんのコメントありがとう、もう本当に幸せでした。じゃあ親ぽみー、ありがとう、グッドナイト。お、一番盛り上がり、一番盛り上がり、ありがとう、みんなのおかげ盛り上げてくれてありがとう。じゃあ、グッドナイト。